まあね、ありがたいなと思いながら聞くんですけど、一番多いのはやっぱボンさんがたまに危ない発言してるよねっていう指摘が多いですもんね。あ、はいはいはい。そうだと思いますよ。そうだと思いますよ。ボンさんの発言はちょっと危ない、たまにヒヤッとしますねってちゃんとした大人にやっぱ言われますもんね。言われますね。まあね、でもなんか気使いすぎてもね、まあ、そうですね、うんうん、思うよな。そんなね、結局だってお行儀よくやってもしゃあないですからね、うん、クリエイターというか僕たちはね。そうなんです。だって別に僕たちなんてその なんだろう、そのビジネスマンとしてはもうゲのゲなわけじゃないですか、全員。社会人経験も乏しければ。確かにだから、うん、別にお行儀よくやる必要は特にやっぱないですからね。そうなのよね、うんうん、そうなのよ。そういうのはもう他の人に任せるわ。ちゃんと尖ってください、本当。はいはい、頑張ります、うん、ちょっともうさすがに尖んないとね、うん、昔の方が多分必死だったんだろうなと思うわ。あ、じゃあその分かんないですけど、まあ、僕ハングリーが全ていいとは思ってないんですよ。あ、ハングリーな人はハングリーだし、ハングリーのままで居続けるって難しいじゃないですか、はい、でそれはまあ別に結果論だと思うんですけど、でもハングリーじゃなくなった途端に売れなくなる人っているじゃないですか、芸人さんでも。ああ、そうかもしれない、うんうんうん、違いは何だと思います？そう、ハングリーじゃなくなっても売れ続ける人とハングリーになったら売れなくなる人の違いって何だと思います？みんなもなんだと思うさ、ハングリーじゃなくなってもやっぱずっと売れて、よく言うのが、そう、こう30代を超えてモチベーションで仕事しちゃダメって言うんですよね。20代まではその自分のやりたいことでわーってもうモチベーションで仕事してその経験を積むっていうのは大事なんだけど、30代超えると、まあ、そのモチベーションだけで仕事をするのはあんまり良くない。なんならモチベーションが低い時でもちゃんと仕事の成果を出すのがやっぱ30代以上必要になってくるよねとか言われるんですけど、うんうんうん、ハングリー以外 その演者として大事なことって何ですか？あ、単純に、うん、面白くなくなるんじゃないですか、ね、と思いますよ。あ、ハングリーさがなくなると、うん、なくなると、単純に面白くなくなると思います。例えばそのここで、まあ、わかんないけど、ここでこう虫食えば面白いけど、まあ、食うのめんどくさいなみたいな。そう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 、そういうのもあるし、あとは普段もそうだと思うんですよね。ハングリーな時って、その普段から面白いことを考えてると思うんですよね。はい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 、こうやったら面白い、こんなことしたら面白い、まあ、そうだね、うんうんうん、それはそうだね、うん、でもそういうのが多分なくなってくるんです、減ると思います、うん、自然と単純に面白くなくなるんだと。ボンさんは減ってるんですか？それをね、いや最近増やしてんのよ今。どういうことですか？いや、よくない。最近確かに普段面白いこと考えてねえなと思って。あ、そうですか。最近あの朝の時々ですけど、うん、あの朝の、うん、あのペニオラジオに。ペニオラジオ、はい。まあ、その、あの、出張というか行って、はい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 、なんか、よくわかんない、なんか、怖い話みたいな、よくわかんないことやらされるんですよ。そんなことやってんの？やってるんです、朝活してるんです、朝活。そうなんですか、はいはい、ペニオゼロ、ペニオゼロ、ペニオゼロ、はいはいはい、なんかあのおっさんと、はいはい、とね、ペニオさんとね、うん、そこでまあまあちょっとお話ししてますよ。あ、そういう意図があるのね。そう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 、朝会だ、めちゃくちゃだな、めちゃくちゃだなあの人。